天才と国防、寺田寅彦。非常時という、なんとなく不気味な、しかし、はっきりした意味のわかりにくい言葉が流行り出したのは、いつ頃からであったか思い出せないが、ただ近来、何かしら日本全国土の安寧を脅かす国運のようなものが、遠い水平線の向こう側から、こっそり覗いているらしいという、 いわば取り留めのない悪夢のような不安の陰影が国民全体の意識の低層に擁営していることは事実である。そうしてその不安の渦巻きの回転する中心点はといえば、やはり近き未来に期待される国際的折衝の難関であることはもちろんである。そういう不安をさらに煽り立てでもするように今年になってから いろいろの天変地異が首巣をついで我が国土を襲い、そうしておびただしい人命と財産を奪ったように見える。あの恐ろしい函館の大火や近くは北陸地方の水害の記憶がまだ生々しいうちに、さらに九月二十一日の近畿地方台風水害が突発して、その損害は容易に評価のできないほど、 甚大なものであるるように見える国際的のいわゆる非常時は少なくとも現在においては無形な実証のないものであるがこれらの天変地異の非常時は最も具象的な眼前の事実としてその惨状を暴露しているのである。一家のうちでもどうかすると直接の因果関係の考えられないような いろいろな不幸が頻発することがある。すると人はきっと何かしら神秘的な因果応報の作用を想像して祈祷や厄払いの他力にすがろうとする。国土に災下の続起する場合にも同様である。しかし統計に関する数理から考えてみると、一家なり一国なりにある年は災下が頂上し、また 他の年には全く無事な回り合わせが来るということは、純粋な偶然の結果としても当然期待され得るナチュラルフラクチュエーション、自然変異の現象であって、別に必ずしも帰り乱心を語るには当たらないであろうと思われる。悪い年回りはむしろいつかは回ってくるのが自然の鉄則であると覚悟を定めて、良い年回りの間に 十分の用意をしておかなければならないということは、実に明白すぎるほど明白なことであるが、またこれほど万人がきれいに忘れがちなことも稀である。もっとも、これを忘れているおかげで今日を楽しむことができるのだという人があるかもしれないのであるが、それは個人命名の哲学に任せるとして、少なくとも 一国の威勢の数期に参与する人々だけは、この健忘症に対する治療を常々怠らないようにしてもらいたいと思う次第である。日本はその地理的の位置が極めて特殊であるために、国際的にも特殊な関係が生じ、いろいろな仮想的国に対する特殊な防備の必要を生じると同様に、 気象学的、地球物理学的にもまた極めて特殊な環境の支配を受けているために、その結果として特殊な天変地異に絶えず脅かされなければならない運命のもとに置かれていることを一日も忘れてはならないはずである。地震、津波、台風のごとき西欧文明諸国の多くの国々にも全然ないとは言われないまでも、 頻繁に我が国のように激甚な災禍を及ぼすことは甚だ稀であると言ってもよい。我が国のようにこういう災禍の頻繁であるということは一面から見れば我が国の国民性の上に良い影響を及ぼしていることも否定し難いことであって、数千年来の災禍の試練によって日本国民特有の 色々な国民性の優れれたた諸が作り上げられたことも事実であるしかしここで一つ考えなければならないことでしかもいつも忘れられがちな重大な要綱があるそれは文明が進めば進むほど天然の防衛による災害がその激烈の度を増すという事実である。 人類がまだ葬埋の時代を脱しなかった頃頑丈な岩山の洞窟の中に住まっていたとすれば大抵の地震や暴風でも平気であったろうしこれらの天変によって破壊さるべき何らの造営物をも持ち合わせがなかったのである。もう少し文化が進んで小屋を作るようになっても天とか掘立小屋のようなものであってみれば 地震にはかえって絶対安全であり、またたとえ風に飛ばされてしまっても復旧は甚だ容易である。とにかくこういう時代には人間は極端に自然に従順であって、自然に逆らうような大それた企ては何もしなかったから良かったのである。文明が進むに従って人間は次第に 自然を征服しようとする野心を生じた。そうして重力に逆らい、風圧・水力に抗するようないろいろの造影物を作った。そうしてあっぱれ自然の防衛を封じ込めたつもりになっていると、どうかした拍子に檻を破った猛獣の大群のように自然が暴れ出して功労を倒壊せしめ、 堤防を崩壊させて人命を危うくし財産を滅ぼす。その災禍を起こさせた元の起こりは天然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずである。災害の運動エネルギーとなるべき位置エネルギーを蓄積させ、いやが上にも災害を大きくするように努力しているものは誰あろう、 文明人そのものなのである。もう一つ、文明の進歩のために生じた対自然関係の著しい変化がある。それは、人間の団体、中んづく、いわゆる国家、あるいは国民と称するものの有機的結合が進化し、その内部機構の文化が著しく進展してきたために、 その有機系のある一部の損害が、系全体に対して、甚だしく有害な影響を及ぼす可能性が多くなり、時には一小部分の障害が全系統に致命的となり得る恐れがあるようになったということである。単細胞動物のようなものでは、個体を切断しても、各辺が平気で生命を持続することができるし、 もう少し高等なものでも、施設を切断すれば、その痕跡から代わりが目を吹くということもある。しかし、高等動物になると、そういう融通が効かなくなって、針一本でも、打ちどころ次第では生命を失うようになる。先住アイヌが日本の大部に住んでいた頃に、例えば大正十二年の関東大震化、 今度の9月21日のような台風が襲来したと想像してみる。彼らの宗教的維持の念は我々の想像以上に強烈であったであろうか。彼らの受けた物質的損害は些細なものであったに相違ない。前にも述べたように彼らの小屋にとっては弱心も劣心も効果において 大した相違はないであろうし、毎秒二十メートルの風も、毎秒六十メートルの風も、やはり結果において、ほぼ同等であったろうと想像される。そうして、野生の鳥獣が地震や風雨に耐えるように、これら未開の民もまた、年々再災の大変を案外楽にしのいで種族を維持してきたに相違ない。 そうして、食べ物も衣服も住居も、命々が自身の労力によって獲得するのであるから、天才による損害は結局、各個人命々の損害であって、その回復もまた命々の仕事であり、また命々の力で回復し得られないような損害は、はじめからありようがないはずである。 文化が進むに従って個人が社会を作り、職業の文化が起こってくると事情は未開時代と全然変わってくる。天災による個人の損害はもはやその個人だけの迷惑では済まなくなってくる。村の貯水池や共同水車小屋が破壊されれば多数の村民は同時にその損害の余興を受けるであろう。 20世紀の現代では、日本全体が一つの高等な有機体である。各種の動力を運ぶ電線やパイプ屋が縦横に交差し、いろいろな交通網が隙間もなく張り渡されているありさまは、高等動物の神経や血管と同様である。その神経や血管の一箇所に故障が起これば、その影響は、 たちまちま全体に波及するであろう。今度の暴風で機内地方の電信が不通になったためにどれだけの不都合が全国に波及したかを考えてみればこのことは了解されるであろう。これほど大事な神経や血管であるから天然の設計になる動物体内ではこれらの器官が実に巧妙な仕掛けで 注意深く保護されているのであるが、一国の神経であり、血管である送電線は、夜天に吹きさらしで、風や雪がちょっとばかり強く触れれば、すぐに切断するのである。市民の栄養を供給する水道は、ちょっとした地震で断絶するのである。もっとも、送電線にしても、工学者の経験によって、 相当な風圧を考慮し、若干の安全係数をかけて設計してあるはずであるが、変化の激しい風圧を生理学的に考え、しかもロビンソン風速計で測った平均風速だけを目安にして勘定したりするようなアカデミックな方法によって作ったものでは、主張の激しい風の息の儀周期的衝撃に耐えないのは、 むしろ当然のことであろう。それで文明が進むほど天才による損害の程度も累進する傾向があるという事実を十分に自覚して、そして平成からそれに対する防御策を講じなければならないはずであるのに、それが一向にできていないのはどういうわけであるか。その主なる原因は筆胸、必強 そういう天才が極めて稀にしか起こらないで、ちょうど人間が前者の転覆を忘れた頃に、そろそろ後者を引き出すようになるからであろう。しかし、昔の人間は過去の経験を大切に保存し、蓄積して、その教えに頼ることが甚だ忠実であった。 過去の地震や風害に耐えたような場所にのみ集落を保存し、時の試練に耐えたような建築様式のみを牧手してきた。それだからそうした経験に従って作られたものは、関東震災でも多くは助かっているのである。耐震後、横浜から鎌倉へかけて被害の状況を見学に行ったとき、 かの地方の丘陵の麓を縫う古い村家が存外平気で残っているのに、田んぼの中に発展した深海地の新式家屋がひどくめちゃめちゃに破壊されているのを見たときにつくづくそういうことを考えさせられたのであったが、今度の関西の風害でも古い神社仏閣などは存外あまり痛まないのに、 時の試練を経ない新様式の学校や工場が無残に倒壊してしまったという話を聞いて、一層その感を深くしている次第である。やはり文明の力を買いかぶって自然を侮りすぎた結果からそういうことになったのではないかと想像される。新聞の報ずるところによると、幸いに当局でもこの点に注意して、 この際、各種建築被害の比較的研究を徹底的に遂行することになったらしいから、今回の苦い経験が無駄になるようなことは万に一つもあるまいと思うが、しかしこれは決して当局者だけに任すべき問題ではなく、国民全体が日常明々に深く留意すべきことであろうと思われる。 小学校の倒壊のおびただしいのは実に不可思議である。ある友人は国辱中の大国辱だと言って憤慨している。ちょっと勘定してみると、普通家屋の全百135に対し、学校の全壊1の割合である。実に驚くべき比例である。これにはいろいろの理由があるであろうが、 要するに、時の試練を経ない造営物が、今度の試験で見事に落第したと見ることはできるであろう。小学校建築には、政党政治の宿兵に根を引いた不正な施工が付きまとっているというゴシップもあって、小学生を殺した者は何々議員だと皮肉を言う者さえある。あるいは、 吹き抜き廊下のせいだという花だ手取り早で少し疑わしい学説もある。あるいはまた、大概の学校は周囲が広い空き地に囲まれているために風当たりが強く、その上に2階建てであるために一層行けないという解釈もある。いずれも本当かもしれない。しかし、いずれにしても、 今度のような列風の可能性を知らなかった、あるいは忘れていたことが、すべての最悪の根本原因であることには疑いない。そうしてまた、工事に関係する技術者が、我が国特有の気象に関する深い知識を書き、通り一遍の西洋直伝の風圧計算のみを頼りにしたためもあるのではないかと想像される。 これについては、は,なはだ僭越ながら、この際、一般工学者の謙虚な反省を促したいと思う次第である。天然を相手にする工事では、西洋の工学のみに頼ることはできないのではないかというのが、自分の年代の疑いであるからである。今度の大阪や高知県東部の災害は、台風による高潮のために、 その参化を倍化したようである。まだ十分な調査資料を手にしないから確実なことは言われないが、最もひどい損害を受けた主な区域は、おそらくやはり明治以後になってから急激に発展した新市街地ではないかと想像される。災害史によると、何和や土佐の沿岸は古来しばしば 暴風時の高潮のためになぎ倒された経験を持っている。それで明治以前にはそういう危険のあるような場所には自然に人間の集落が希薄になっていたのではないかと想像される。古い民家の集落の分布は一見偶然のようであっても多くの場合にそうした進化論的の意義があるからである。 その大事な深い意義が、船舶な教科書学問の横行のために蹂躙され、傍却されてしまった。そうして、付け焼き場の文明に陶酔した人間は、もうすっかり天然の支配に成功したとのみ思い上がって、ところ嫌わず薄弱な家を建て連ね、そうして枕を高くして、 来るべき審判の日をうかうかかとたも,もっともこれは単なる想像であるがしかし自分が最近に中央線の鉄道を通過した機械に信州や広州の沿線における暴風被害を別件した結果気のついた一時は停車場付近の深海町の被害が相当多い場所でも 古い昔から土着と思われる村落の被害が意外に少ないという例の多かったことである。これは一つには建築様式の相違にもよるであろうが、また一つにはいわゆる地の利によるであろう。旧村落は自然淘汰という時の試練に耐えた場所に適者として生存しているのに反して、停車場というものの位置は 気象的条件などということは全然無視して官僚的、政治的、経済的な立場からのみ割り出して決定されているためではないかと思われるからである。それはとにかく今度の風害がいわゆる非常時の最後の危機の出現と時を同じうしなかったのは何よりの幸せであったと思う。 これが戦火と重なり合って起こったとしたら、その結果はどうなったであろうか、想像するだけでも恐ろしいことである。公安の昔と昭和の今日とでは世の中が一変していることを忘れてはならないのである。戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天才ばかりは科学の力でも その襲来を中止させるわけにはいかない。その上に、いつ、いかなる程度の地震、暴風、津波、洪水が来るか、今のところ、容易に予知することができない。最後通帳も何もなしに、突然襲来するのである。それだから、国家を脅かす敵として、これほど恐ろしい敵はないはずである。もっとも、 こうした天然の敵のために被る損害は敵国の侵略によって起こるべき被害に比べて小さいという人があるかもしれないが、それは必ずしもそうは言われない。例えば安政元年の耐震のような大規模のものが襲来すれば、東京から福岡に至るまでのあらゆる大小都市の重要な文化設備が一時に脅かされ、 正半日本の神経系統と循環系統に相当ひどい故障が起こって、有機体としての一国の生活機能に著しい麻痺症状を弱気する恐れがある。万一にも大都市の水道貯水池の堤防でも決壊すれば、市民がたちまち日々の飲用水に困るばかりでなく、氾濫する大量の流水の勢力は、 少なくとも数村を微塵になぎ倒し、多数の犠牲者を出すであろう。水田の園庭が破れても同様な犠牲を生じるばかりか、都市は暗闇になり、肝心な動力網の源が一度に枯れてしまうことになる。こういうこの世の地獄の出現は、歴史の数えるところから判断して、決して単なる奇妙ではない。 しかも安政年間には電信も鉄道も電力網も水道もなかったから幸いであったが次に起こる安政地震には事情が全然違うということを忘れてはならない国家の安全を脅かす敵国に対する国防策は現に政府当局の間で熱心に研究されているであろうがほとんど同じように 一国の運命に影響する可能性の豊富な大天災に対する国防策は政府のどこで誰が研究し、いかなる施設を準備しているかは甚だ心もとなありさまである。思うに日本のような特殊な天然の敵を紙面に控えた国では、陸軍海軍のほかにもう一つ科学的国防の常備軍を設け、 日常の研究と訓練によって非常時に備えるのが当然ではないかと思われる。陸海軍の防備がいかに十分であっても、肝心な戦争の最中に安静程度の大地震や今回の台風、あるいはそれ以上のものが軍事に関する首脳の設備に大損害を与えたら、一体どういうことになるのであろうか そういうことはそう滅多にないと言って安心していても良いものであろうか。我が国の地震学者や気象学者は従来かかる国難を予想してしばしば当局と国民とに警告を与えたはずであるが、当局は目前の財務に追われ、国民はその日の生活にせわしくて、 そうした中原に耳を貸す糸まがなかったように見える。誠に遺憾なことである。台風の襲来を未然に予知し、その震度とその勢力の象徴等を今よりもより確実に予測するためには、どうしても太平洋上並びに日本海上に若干の観測地点を必要とし、その上にまた大陸方面から おほつく海方面までも観測網を広げる必要があるように思われる。しかるに現在では、細長い日本東湖の上に、いわばただ一連の年授のように観測所の列が分布しているだけである。例えていわば、欧州街道から来るか、東海道から来るか、新越線から来るかもしれない敵の襲来に備えるために、 ただ中央線の沿線だけに商兵を置いてあるようなものである。新聞記事によると、アメリカでは太平洋上に浮き飛行場を設けて横断飛行の足掛かりにする計画があるということである。嘘かもしれないが、しかしアメリカ人にとっては十分可能なことである。もしこれが可能とすれば、 洋上に浮き観測所の設置ということもあながち学級の描き出した空中楼閣だとばかりは言われないであろう。50年100年の後にはおそらく常識的になるべき種類のことではないかと想像される。人類が進歩するに従って愛国心もヤマト魂もやはり進化すべきではないかと思う。 宝園、弾雨の中に神明を落として敵の陣営に突撃するのも確かにたっとい大和魂であるが、丸国や三角国よりも強い天然の強敵に対して、平成から国民一致協力して適当な科学的対策を講ずるのもまた現代にふさわしい大和魂の進化の一層として、 期待して叱るべきことではないかと思われる。天才の起こった時に初めて大急ぎでそうした愛国心を発揮するのも結構であるが、昆虫や鳥獣でない二十世紀の科学的文明国民の愛国心の発露にはもう少し違った、もう少し合理的な様式があって叱るべきではないかと思う次第である。 昭和9年11月、経済往来。